琥珀さん、夜ですよ。よいしょ、移動しよう。はい、早いね、早いね。今日はね、琥珀さん、目線ショットってやつに挑戦するよ。目線ショットっていうのは目線くれてるちょっと前にネットで流行ってたみたいで、筒みたいなものの底の方からカメラで映して、その横に餌とかを置いておくと、それを取るために動物がこう手を筒の中に突っ込んだりして一生懸命取ろうとしてる顔が可愛いみたいな、そういうやつです。いや、説明下手だなやるしかない。琥珀、このガムテープの下にカメラを置いてチャレンジしてみたいと思います。無理だったらトイレットペーパーを考えてます。うわ、何、もう食べ終わって私が、ああ、持ってるのバレてる、持ってるのバレてる、小指に挟んで持ってるのバレてる。うわー、違うの、これ目線ショット用なの。ごめん、待って。結局ガムテープじゃ高さが足りなかったので、このように紙を丸めたものを使いました。トイレットペーパーの芯は捨てられてましたでは琥珀さん入場です。おー、いえ、こっちこっち、バナナこっちよ。琥珀を確保したので仕切り直し。あー、ちょーはー、え、あー、琥珀目線ショットは、バナナ奪われて終わったよ。琥珀、せめてじゃあこっちに今目線をください。せめて今こっちに目線をください。琥珀、こっち向いてよ。あ、うん、もっとこっち向いて、こっち向いて、こっち向いて、なんでプイッとすんの。念願の目線ショットが、さっきのどんだけ撮れていたのか見てみましょう。確保したので仕切り直し。あー、ちょー、先ほどの反省を生かして、次はですね、このようにガムテープで押さえて撮ることに挑戦します。では再チャレンジ行きましょう。行くよ、琥珀、行くよ。どうだ、中に今度はかぼちゃの種あるよ。かぼちゃの種、そう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 、取れた、取れたの、取れた、取れてない、よいしょ、え、届かない、もしかして。はいはい、今度はちゃんと取れるかな、取れたかな、みたいなので、もう一回、はいはい、今度はちゃんと取れるかな、取れたかな。ご覧の通り、琥珀の動きが早すぎて目線ショットはちょっと失敗だったんですけど、まあ可愛いので OK です。また機会があればね、リベンジしたいと思います。琥珀疲れたね、お疲れ様。今日はね、ハゲの調子が結構いいですよやんね、おやすみ琥珀、おやすみ。